ゴッホとドクターは、イギリスの SF ドラマ、ドクター、風の第5シリーズ第10話。2010年6月5日に BBC1 で初放送された。脚本は、リチャード・カー,ーティス、監督は、ジョニー・ギャンベルが担当し、俳優ビルナイも出演した。フィンセント・ファン・ゴッホの絵が、オーベルの境界に描かれた、不吉な影に興味をそそられた。 タイムトラベラーの異星人11代目ドクターと彼のコンパニオンのエイミー・ポンドは時間を遡ってゴッホに出会う。二人はオーシュル・オワーズがゴッホ以外の人間には視認できない地球外生命体クラフェースの被害を受けていることを知りゴッホと協力してクラフェースを倒す。ゴッホを未来に連れてきて彼の遺産を見せても彼が自殺するという天末が 変わることはなかったが、それでも彼の人生に良いものを与えられたと二人は慰め合う。ゴッホは将来自分が有名になることを永遠に知らなかったという事実にカーティスはインスパイアされゴッホを主軸としたエピソードのアイディアを思いついた。彼は台本をスタッフからの批判にさらさせ、結果として数多くのバージョンを執筆した。カーティスは ゴッホの精神疾患にまつわるジョークを書くことで彼を残酷な人間に仕立て上げるよりも現実に準拠した彼を描写したがった。本作の大部分はクロアチアのトロギルで撮影され、数多くのセットがゴッホの絵画に習ったものであった。本作は BBC1 と BBCHD で676万人の視聴者を獲得し、反応も主に肯定的であった。 本作の感動の多さが議論され、数多くの批評家に、ごホ薬のカランの演技が賞賛された一方、クラフェースは、脅威となる効果的なモンスターではなかったと、論評された。モンスターを指認する装置初代ドクターと二代目ドクターの、顔写真が、クラフェース確認用の鏡の装置に映し出され、タービスのタイプライターから印刷される。本作の旅は、全話、冷血で、 エイミーの婚約者、ローリー・ウィリアムズが死亡したことについて、エイミーへの償いとして、ドクターが企画したものであるが、ローリーの遺体は、宇宙の裂け目に吸い込まれて歴史から、存在自体が抹消されたため、エイミーはそのことを覚えていない。ゴッホがローリーを失った、エイミーの無意識化の悲壮を感じ取るほか、ドクターがゴッホとエイミーをエイミーとローリーに、呼び間違えている。脚本家。 リチャード・カーティスは以前、当時の制作葬式スティーブン・モファットがコミックリリーフ用に執筆したドクター・フーの単発コメディパロディザカーズ・オブ・フェータルデスのエグゼクティブプロデューサーを務めていた。この経験に基づき、モファットはカー,ーティスにドクター・フーのエピソードを執筆するよう依頼した。カー,ーティスは歴史を扱うドクター・フーのエピソードを喜び、その執筆を快適に感じた。 彼にはゴッホを中心とした物語のアイデアを長きに渡って温めており、ゴッホがチャールズ・ディケンズやウィリアム・シェイクスピアといった人物と違って、存命時には自分の名が売れることなど知る由しもなかったという事実に特に興味を持ち、それにインスピレーションをもたらされた。また、カーティスは、鬱とその代償にも興味を持った。ドクターが時間を書き換えられるが、 ゴッホの直面した悪魔は彼の手の届かない場所にいたのだとカーティスは本作を通じて伝えたかった。なお、モファットはこの物語のアイデアに夢中になったという。カーティスは脚本について何でも批判するようにモファットに頼み、後に彼がまさしく正直者だとカーティスは語った。エグゼクティブプロデューサーのピアーズ・ウェンガート監督、ジョニー・キャンベルも脚本を批評した。 モファットはカーティスに対してより素早く物語を始める必要があること、そしてドクターとゴッホの遭遇の展開が遅いことなどを指摘した。映像化された脚本はモファットが指摘した通りにカーティスが改変したものである。また彼はカーティスが書いたほどドクターは常長に喋らないと指摘し、ドクターの喋りがはるかに効率的であることを確認するべくいくつか。 エピソードを視聴するように進めた。カーティスは、この経験を喜んでおり、自分一人でやるよりも楽しいとコメントした。マット・スミスとカレン・ギランが主軸として行った読み合わせを見学した後、カーティスはさらに台本に改編を加えた。彼は、演者たちが愉快で、モダンでリラックスしていたため、書き直すのは簡単だとコメントした。 カーティスによる本作のオリジナルタイトルは、アイズ・ザ・ト・シー・ザ・ダークネスであったが、彼曰くこれは拒否された。カーティスは、ドクター・フーの脚本を書きたがっており、彼の子供たちも気に入るだろうと考えていた。ゴッホとドクターの執筆中、カーティスは、家の周りに、ゴッホの絵を印刷して貼る、プロットの概要を記した、インデックスカードを貼ったボードを置くなどしていた。アイディアの捻出にも、 彼の子供たちも手助けした。ディランは本作のアプローチとスタイルが今までとは違うものでキャラクターに寄り添ったものになっているとコメントした。ゴッホはカーティスのよく知る題材ではあったものの注意深く取り扱い、彼は200ページにわたるゴッホの伝記を読み込んだ。他のテーマに携わっていれば、ここまで深くはゴッホのことを調べなかったろうと述べた。そのようにして、 彼は残酷というよりも、むしろ真実に近い物語を求め、彼が後に切り落とすことになる耳にまつわるジョークは、執筆しなかった。しかし、作品を面白くするために、他のユーモアは取り入れていた。アート部門は、ゴッホの絵画、夜のカフェテラスに似たカフェをクロアチアに用意した。カーティス曰く、他の役も数多く演じてきたオレンジ色のかつらを被った男ではなく、 視聴者にとってゴッホそのものに見えるよう、ゴッホ役の俳優のキャスティングは慎重に行われた。最終的には、トニー・カランがこの役にキャスティングされ、カーティスは彼を本当にゴッホに見える素晴らしい俳優だと呼んだ。カランとスミス及びギランは互いに深く知り合い、ギランはそのことがエピソード中の彼らの愛称の中で明らかになると期待した。ビルナイは、 オルセイ美術館に勤務するゴッホの専門家役で出演している。彼はドクター風新シリーズが始動する際、9代目ドクター役候補として噂されていた。キャンベルはビルナイが役を得たことについて非常に運命的だと主張し、人々が彼に注目すると確信した。また、彼の演じるキャラクターはゴッホが後に歴史上で重要となるという事実を述べており、 彼はキャラクターにも注目する必要があると述べた。本作のロケ地は16世紀のベネツィアを舞台としたベネツィアの吸血鬼とドーククロアチアのトロギルであり、撮影は2009年11月頃に行われた。カーディフ国立博物館モールセイ美術館の内装として使用された。セットのいくつかはゴッホの絵画を反映したものもあり、ゴッホの寝室は ファンゴッホの寝室をドクターとエイミーが初めてゴッホと出会ったカフェは夜のカフェテラスをモデルにしている。これはアート部門にとって挑戦的な試みであり、彼らはクロアチア中を広く巡って適した建物を創作した。望ましい建物を発見すると絵画のようにデザインし直さなくてはならなかった。この一環として日よけを上げ、窓を変え、 テーブルと椅子のあるプラットフォームも用意された。終盤のシーンで流れる歌は、イギリスのロックバンドであるアスリートによるチャンセズである。イギリスでは、ゴッホとドクターは2010年6月5日に、BBC1 と BBCHD でのサイマル放送で、初放送された。当夜の視聴者数の速報値は500万人で、その日の全番組では2番目に視聴者が多く、 BBC1 においては最高値を達成した。最終合計値は676万人で、うち629万人が BBC1、47万人が BBCHD で視聴していた。BBC1 では2番目に BBCHD では最も多く視聴された番組となった。アプリシエーションインデックスは86であった。本放送の後、視聴者が 番組内で起きた問題に影響を受けた場合は、ヘルプラインが彼らに提供された。ゴッホとドクターは2010年9月6日に、下宿人とパンドリカが開く及び、ビッグバンと共に2010年9月6日に、リージョン2の DVD とブルーレイディスクが発売された。あと、同年11月8日に完全版、第5シリーズボックスセットの一部としても、再発売された。 日本語版 DVD は2014年10月3日にドクター風ニュージェネレーション DVD ボックス1に同梱されて発売された。放送以降、コッホとドクターは主に肯定的にレビューされた SFX のデーブ・ゴールダーは本作に5つ星のうち星5つを与え、本当に魔法のようなドクター風のエピソードだ。 雰囲気に夢中になって、そして魅力に満ちていると論評した。デン・オブ・ギークのジョン・ムーアも本作に対して肯定的なスタンスをとっており、ドクター風のファンとして人生を肯定されていると表現した。彼はプロットのいくつかの要素を批判はしたものの、結末については同様に肯定的に綴っており、最終的に本作を全くボロもあるが、絶対的に芸術だと締めくくった。 メトロのケイス・ワトソンは印象深いゴッホの世界の映像化に驚き、エピソードを通したカーティスのユーモアを称賛した。また、彼はゴッホ役のカランの演技も絶賛し、ゴッホの鬱についてはプロデューサーがむしろうまくやってのけたと感じた。ガーディアン氏のマークローソンは本作を素晴らしく良い、スリリングで面白く、教育的でもあると褒め、歴史的な 辛さや美術に関するジョークに着目した。一方で、デボラウォールは、ゴッホの物語を人気のあるタイムトラベルの文脈に配置することを考えるのは、かなり抜け目がないが、涙を誘うような作品として、ゴッホの物語に誰かが注目するのは、独創的ではなかった、リチャード・カーティスに人生を肯定するような感じの良い、すすり泣きに、そっと怪物化されたような感覚は、 少なくとも目新しいものではなかったと綴った。インデペンデント誌のトムサト・クリフは最初に独創的で、それから明らかに胸を刺すようだと本作を絶賛した。ただし彼は本作がそのプロットの側面のうちいくつかの幅広い眼畜がエピソード中で扱われていないと感じ、また暗いフェイスの死に対して冷酷で無情なままだったという印象も抱いた。 ガーディアン氏のサム・ボラストンは、エピソード中で表現された倫理的情緒には、砂糖の粘着質のように必要なものもあったと感じながらも、本作を機に、入り、カーティスの書いた会話は基地に飛んでいて、クレバーであると感じ、本作の感情が、最終的にどのように彼の心を掴んだかを、表現した。ザ・エ v クラブのケース・フィップスは本作を B、B マイナスと評価し、その理由を、 極めてうまくいってはいなかった、全体的な問題に苦しんでいたと説明した。イグンのマット・ウェールズも複雑なレビューをしており、評価は10点満点で7.5点であった。彼は、カランとギランに肯定的で、エピソードは最終的に三次元的なエーミー・ポンドを我々に与えてくれたと述べたが、普段素晴らしいマット・スミスはあまりうまくいっていなかったと感じた。また、彼は、 クラフェイスは、意味として良いアイディアだが脅威ではないと感じ、感動的な結末には、一人よがりに妙に感傷的だとレッテルを張った。ガーディアン氏の映画ブログにて、ピーター・ブラッドショーは、ゴッホとドクターを、素晴らしく、クレバーで、面白く、好感の持てる非常に、超現実的なエピソードだと考えた。同志の、ドクター風ブログのダン・マーティンはより批判的で、 ドクター風らしさを感じられないのが大きな問題であると述べ、もしモンスターの登場している中間パートがなかったらもっと良かっただろうと考えた。また彼は兵器級のセンチメンタリティが多すぎることと追求されていない可能性を投げかけていることについて台本を批判し、クラフェースについては考えてみると実態の伴う脅威ではなかったと批判した。しかし彼は カランの演技と本作における鬱の扱いを絶賛し、不信はあるもののエピソードは楽しんだという、ウォラストンと同様のコメントでレビューを締めくくった。最も否定的なレビューは、デイリー・テレグラフのギャビン・フラーによるもので、彼は本作を十分まともな設定がなされたが、その設定と合わせるのに失敗した、取るに足らない当たり障りのないエピソードと批判した。彼は、本作の 精神的苦痛を経験した、歴史上の芸術家を題材にしている点を、第3シリーズ、言葉の魔術師と比較し、ゴッホとドクターには物語の進行が欠けていると論評した。また、クラフェースを見ることのできるゴッホの能力は深刻な、プロットの破綻であると論じ、クラフェス自体も、ドクター風の長い歴史の中で、最も登場する意味のなかったモンスターであると、批判した。 また、彼は、スミスのドクターも批判し、オルセー美術館に足を運んだにもかかわらず、ゴッホが自殺したのはありにかなっていないとも綴った。しかし、彼は悪いことと良いことにまつわるドクターの演説を絶賛し、カーティスがドクターを、ロマンティックコメディにおけるヒューグラントのキャラクターのような、気難しいキャラクターにしなかったことに感謝を示した。ただし結論として、彼は、 彼はそれ以外のことをほとんどしなかったし、失望の結果だと締めくくった。ゴッホとドクターは2010年レビューラ賞で、ブラッドベリー賞のアウトスタンディングドラマティックプレゼンテーション部門と2011年9号賞映像部門にノミネートされた。受賞はどちらも逃しており、ブラッドベリー賞は映画インセプションに9号賞はドクターフー第イシリーズのフィナーレパンドリカが開くと、 ビッグバンに譲ることとなった。カナダのインカナダエスコンステレーションアワーズではカランとスミスが最優秀男優賞にカーティスが最優秀脚本賞にノミネートされた。カランは得票率10%で6位にランクインしカーティスはクリストファー・ノーランのインセプションに得票率1%差で敗れて2位となった。ありがとうございます。